お疲れちゃんです。ラットですね。今回紹介するデッキはですね、こちらになります。で、まあ、ジャイスパーキーなんですけど、最近では見られない、まあ、バーバリアンだったりだとか、まあ、ウィザードが入った、ちょっと変わった、まあ、ジャイスパーになります。で、こんなんで勝てるの？みたいな、思う方もいらっしゃると思うんですけど、このデッキでですね、この、今19位の、なんて読むかわかんないんですけど、この方が使ってて、もうこの方で本当に使ってるみたいな思われると思うんですけど、僕がこのマルチで当たって、この人にボコボコではないんですけど、まあ普通に負けたんですよね。で、今ここ19位まで上がってるということで、まあ、こちらのデッキを紹介したいと思います。ということで、まあグラチャでいきます。今2敗しちゃってるんですけど、よし、まあ、気にせず、しゃあ、ということで、まあ、エリポンなしのジャイスパーキーで、まあ、コスト重めということで、基本的にまあ受けから立ち回りたいですね。で、ここのアイスピは放置で、まあ、ここの墓石も別に放置で大丈夫ですね。で、ダメージ受けないので、はい、待ちます。で、何か来たら、まあ、それに対してスパーキーを後ろから出してあげたいですね。このまま、まあ、後半までいければ、もうそれだけでよしですね。で、相手がここで出してきたので、まあ、そちらにスパーキーを合わせていきます。んーで、おー、ファルチェね。スキラね。あー、なるほどね。まあ、ここは、まあ、スパーキーとザクプリで防衛しつつ、まあ、ジャイ、あー、やばい！ OK、OK、OK。はい。急に大声出た。まあ。で、このスパーキーは耐えて、ダクプリも耐えてるけどだね。で、ここは、もうあれスパーキー使ったんで、もうバーバリアン出して、もうやんちゃみたいな。で、ここのコウモリも処理して、OK。OK。まあ、墓石を壊して、まあ。って感じですけど、ここのナイトをトルネードで、すいません。ここでエリウズだったり、まあウィザードで防衛してもいいんですけど、相手エスケルトンラッシュを持っていたので、ここで、まあ、キング起動することによって、まあここから防衛が楽になりますね。で、ここはもう一回合わせます。で、今度はウィザードでもいいかな。なんかスパーキーが墓石によって結構、なんて言うんだろうな。無駄しかしてなかったんで。よし。で、ここはまあ守りつつ、このファルチをターゲット取って、まあこのままカウンターに持っていきたいですね。どうしましょう。まあ、エリウィズ出して、コウモリ処理からの、で、この墓石が鬱陶しいんですよね。ちょいと後ろから形を作りたいですね。これ形を作ってしまえば、すむ、ま、ん？しまえば、ウィザードにスパーキーに、ダクプリにみたいな感じで、相手はもう防衛できないので、多分、まあ、ロケットとか撃たれたら違いますけど、なんでここでもう形作って降りに行きたいですね。で、あとはトルネードを使って、まあ、ファルチだったりを巻き込んで、あ、待って、エリウィズ！ここで、おいしょ！おいしい。で、ここでもウィザードも出して、で、ここはもう相手はもう防衛でポイズンを使うしかなく、といった感じで、ちょっとダメージ入りましたね。これをもう一回やれば、今相手はもう防衛でポイズンを使っててギリギリな状態なので、これを繰り返せば勝てますね。よし。で、この墓石がやっぱ厄介ですね。で、このファルチョも、ちょっと、よし。厄介なので処理して、もうここはもう添えるだけ、添えるだけ。で、コウモリ来るんで、ウィザードを早く出して、OK!OK! で、このウィザードが強い。あー！強くなかった。こともない。待って、よくあるあるやん。ラットよくあるある、バトルでシンプルに負けるが、やばい、来る。いや、これ、ほんまに、これで勝てるなと思いますよね。僕負けたんですけど。やっぱ墓石がポイズンとかないんで、こちらに。でもトルネードで。
あいじゃあいじゃやばで、ここは防衛ポイズン来ると分かったので、いやスパーキ入る、いや入らないけど、相手もコストないんですよね。ないから端前でジャイスパーをしてあげれば、これは勝ちや。でトルネードが欲しい、トルネードが欲しい、ファルチが来る、ファルチが来る、頑張れ、いける、オッケー、スパイキー、あ、そっちやばい、これはファルチに打ってくれたら、オッケー。で、ここはもう、多分、意外とこういうのが良かったりするやつですね、クラロは。ここはもう、逆サイドを、やんちゃ。おいしょ。もうこれがぶっ刺さり。で、相手焦ってるんで、ここで、今度逆サイ、また逆サイ。オッケーオッケー、で、今度はあっちを防衛するから、あー、そっち行った。今度逆にジャイアントが刺さる。で、このジャイアント吸えないんですよね、トルネードで。よし、もう一発。で、このもう一発が待って、やばい。察し。いやー、これほとんどの方察したと思いますけど、もう、そういうことですね。いやー、待って、負ける、まだ負けはやだ。負けはやだ。で、バーバリアンの防衛力強い。オッケー。で、これはもう、あれをちょっと処理したい。オッケー！ジャイ！殴って。もう一発。ほいという感じで、まあまあ。長かったですね、一戦。また一戦でいいや。ということで、一勝ですね。いや、やばい。むずいっすね、この敵。でも、これでグロラン19ってやばくないっすよ。世界19ですからね、このデッキで。まあ、ここは、まあ、防衛からですね、ここも。なんだ？ここは、まあ、ウィザードと、まあ、ザックフリ。まあ、なんでもいいっすけどね、ここは。まあ、スパーキーだと、結構、ザップとか持ってた場合に大ダメージ受けちゃうんで、まあ、エリーズ、ザクプリ、ウィザードあたりで防衛ですね。で、ここはもう、スパーキー出してあげて、さすがにロケット持ちとか、なるほどね。いないと思うので、これはペッカに打ってくれれば、吹き矢もそのまま処理できるはず。オッケー！これが強いですよね、範囲攻撃の。よしよし。で、これはもう相手ペッカも、待って何これ、音声コントロール。してない。してないって、何もしてないのに。ああ、なるほどね。いや、待って、この画面やだ、なんか今変なこと起きた。どこもしてないのに変なの出てきた。で、これはもうちょトルネードで起動したかったんですけど、キング起動ですけど、トルネード打ってしまうとメガゴだったりゴブリンがあったんで、そこで結構ダメージ受けちゃうかなって思ったので、ここは一回バーバリアンで防衛ですね。いや、今のなんか音声みたいなのマジで困りません。僕何もしてないもん。まあ。で、この吹き矢は、まあ、ヤナム打ってもよかったですけど、まあ、無視で。で、これは、もう、ザクプリ出して、ここでペッカを出してほしい。ペッカを出してくれないと突破できないんですよね。で、ここは惜しい。ここで、ホグをキング起動して、よし！よし。あとはもう、逆サイド。ああ、やばい。ああ、もう、ずるいわー、今の。あの吹きはマジで止められないっすよね。で、まあ、ここは、もうこのジャイは、賞味してたみたいなもんっすね。バイバイ。ペッカに、まあ、やられちゃうんですけど。よし。で、ここは、しっかり守りたい。守りたい。オッケー。一発で。で、ここの、おいしょ！このスパーキーをギリ残してあげる。優しさ。でも、あとは、早い。さっき、今倒したのに、もう出てきたやん。ちょっとこれやばいっすね。マジやばいっすよね。冗談抜きでやばいっすよね。とりあえずホグを処理して、
あとはここはもう出してしまえば相手は多分コストが間に合わないので、おいしょ、おいしょ、あー間に合った、なんでや、いやー吹き矢も厄介だしな。それでここのポイズンでやられるのがやだ。しかも相手あれや、ホーグ来たー、待って、トリネードない、トリネードない、耐えろ、あー終わったー、グッドゲーム。いやなんでこれで勝てないですよね、普通に考えて。ウルトラレア欲しい、ウルトラレア欲しい、あーまあまあまあ全部完走してるんでね。いやーまあまあまあ相手がうまかったですね、という感じですね。はい、いやマジこの時強いのがよくわかんないんですけど、まあよければ使ってみてください。ということで今回の動画は以上になります。バイバーイ。